はい、どうもこんにちは、ななゆです。はい、今日も数学の動画をアップしていきたいと思います。今日の問題は、三次方程式の解の値についての問題ですね。アルファベータガンマが三次方程式 x3-x-1=0 の解の時に、この分数式の値を計算しなさいという問題です。元ネタはですね、これは、地方の日本ではない海外のオリンピックの問題ですね。IMO ではありません。まあ、ちょっとね、年代が古いので、そこまで難しくないですね。といっても、まあ、オリンピックの問題です。地方の大会の問題です。今、まあ、本選とか IMO にこのレベルの問題が出ることはないと思います。出ても予選の真ん中辺ぐらいではないでしょうか。ということで、できれば解きたい問題ですね。三次方程式の解ということなので、まあ、解と係数の関係使いますよね。まずそれからいきますと、まあ、3つの解がアルファ、ベータ、ガンマと言ってるので、解と係数の関係によって、アルファプラスベータプラスガンマは0。アルファ、ベータ足すベータ、ガンマ足すガンマアルファは、マイナス1。それから、アルファ、ベータ、ガンマは、マイナスのマイナス1で、プラス1ということが言えますよね。はい。で、この値どうやって求めようかというふうに、まあ最初は思うと思うんですが、まあこの値を S としたときに、この S の値を、通分しようと、思ったら正解です。まあなんで通分しようと思うのかというと、分母の値、これ、通分すると 1-α、1-β、1-γ になりますけど、これって、まあ、x3-x-1=fx と置いたときに、これが0という方程式なわけですけど、これ因数分解したら x-α、x-β、x-γ ってなるわけですよね。ってことは、x に1代入したものがこの分母になるわけで、これ f1 なんですよ。まあ、それに気がつけば、この値計算すれば、1の3乗マイナス1マイナス1でマイナス1になるわけです。だから分母マイナス1って計算できちゃうわけです。したがって、分子のこの値を計算することができれば、S は求まるというわけです。ちょっと大変ですけど、この分子を書き下してみると、分子は1マイナスアルファ、1プラスアルファの1マイナスベータかける1マイナスガンマ。それに1プラスベータの今度は1マイナスアルファの1マイナスガンマ、それから1プラスガンマの1マイナスアルファ1マイナスベータとなりますよね。でこの式長ったらしいですけど、アルファとベータを交換すると、アルファとベータを例えば交換するとどういう式になるかっていうと、ここは変わりません、変わりませんよね。で、前半の2つの式は 1-α の1プラス β、ごめんなさい、1-β の 1-β の 1-α の 1-γ と。こうですね。それから、1プラス α の 1-β の 1-γ となって、ここを入れ替えたら、元の式と同じになるわけです。したがって、α と β を交換しても式が変わらないということは、これは対称式なんですね。対称式なんですよ。なので、この3つで基本対称式で確実に表されるわけです。だから頑張って、まあ、この式を展開して整理すれば、求まるというわけです。だからここは丁寧に計算をしていけばいいだけですね。まあここの計算に関しては、あとは丁寧にやるだけなので、まあ結果だけ、言えば十分かなと思います。消えるものがたくさん出てくるので、まあその消えるものを丁寧に やっていけばいいんですね。ただしもう最終的にその対称式っていうのが分かっているので、まあ消えるものもうまく消えて、ちゃんとその α プラス β 足すガンマと、
アルファベータ足すベータガンマ足すガンマアルファで表されるということで、まあ気をつけて計算すればいいわけですよね、これね。まあ最終的にこうなりますということで、これ代入すれば3-0、マイナスのマイナス1足す3で、7となります。ああ違う、プラス3が抜けてたね。マイナス1プラス3かける1で、3ですから、7となります。ということで S は、マイナス1分の7なのでマイナス7となります。これが答えですですかね。まあこの手の問題で解と係数の関係は使うだろうなという予想は立てられますけど、分母がね F1 になるっていうふうに気がつくところがポイントだと思います。あの下の式分母もね展開して計算すればまあ一応できますけれども、まあその通分に気がつかないと、通分のその F1 に気がつかないとなかなかちょっと通分したいと思わないですよね。なのでまあこういう解法が生まれるわけです。はい、多分これが一番最速の方法だと思います。他にもね、あのアルファ代入してアルファプラス1がアルファの3乗とか、そういう形に変えて変形することも多分できますけれども、おそらくこれが一番簡単だと思います。はい、何か別解ありましたらコメントにしてください。ご視聴ありがとうございました。